ようこそマスター、影の国へ招待しよう。あいにく今のところ影の国にいるのは私ともう一人だけでな。早く入れ、眠り姫も待ちわびているぞ。ああそうだった、あの娘に会う前に一つ忠告しておくことがある。あれを狂わせた恋の霊薬についてだ。サラスが解体された後、もう一度あの娘を調べてみたのだが、どうやらまだ体内には恋の霊薬が残された状態のようだ。そうことをせくな。最後まで聞け。霊薬は今もあの娘に残されているが、しかしその濃度はかなり薄まっている。そうだな、例えるなら少し酒を飲んで気が大きくなった程度、あるいはコーヒーを飲んで目が冴えているといった程度の影響だな。とはいえ霊薬が効いていることだけは間違いない。効果を具体的に言えば、あの娘は今目の前の誰かをシグルドとみなしやすくなっている状態だ。しかも困ったことに、あの娘の場合ちょっと事態が複雑なようでな。うん、あの娘のサラスが拡大する際、どうもあれ自身の霊気と半ば混ざり合うように霊薬が関与したらしい。つまりほとんどあのサーバントの一部として溶け合っていると見るべきだ。その影響は深部にまで及んでいる。いや、私のルーン魔術をうまく使えばそれもできなくはなかろう。ただ霊気と混ざり合っている以上、それなりにリスクもある。万が一失敗でもすれば、サーバントとしてのみならず一個の人格として破綻するリスクがないとは言えないな。ただ覚えておけよ、あの娘のサラスが拡大した直接の原因はやはりあの恋の霊薬だ。それを残すということがどういう意味なのか、特にあの娘はお前を慕っていたのだろう。であればお前を見てあの娘がどう思うか明らかだろうな。自らがシグルドと重ねられることを受け入れるか、それとも今のうちに全ての危険因子を取り除くか。今のうちにそれをよく考えておくことだな。ま、とにかくそういうわけだ。霊薬についての処遇を決めるのは実際にあの娘に会ってからでも遅くはなかろう。さて、長くなったな。私からはこれで終わりだ。待ちわびたはずだ。あの娘に会って